ははいこんにちは清野です今日はパワースペクトルについいてて話していきます心拍変動解析でよくねパワースペクトル解析、えー、使った分析されますよね。ただパワースペクトル解析ってもう意識しなくなってるかもしれないです。みんな LF とか h f とか VLF とかいろんなね指標としてしか見ることがなくなってるっていうこともありますけど。 なぜ心拍変動解析でパワースペクトルが使われるのかということのお話今日したいと思いますこのお話は心拍変動指標の線形非線形にも関係してます心拍変動解析の歴史でもこれは1980年代からもうパワースペクトルねずっと使われてきましたこれパワースペクトル解析っていうのは心拍変動解析ではもう中心的な役割を果たしてきましたここ3本の論文を 上げておきました代表的な論文です1981年これねサイエンスになったアクセルロドラの論文これは犬ではありますけれども心拍変動のパワースペクトルを計算して自律神経交感神経副交感神経を役立遮断するとパワースペクトルの形が変わるよとしかもある周波数のバンドのとこで特異的に変化が見られるよということを報告してます。 その後、こちら1985年とか86年ですねこれらの論文でこの前ね紹介した HF とか LF とか言われる心拍変動指標あれが自律神経活動と関係するっていうのがここでねもう確立されたということです。パワースペクトルの推定、まあ、パワースペクトルの計算の仕方、これはいくつか方法がありますけれども。 こっちはノンパラメトリックこっちはパラメトリックと呼ばれる方法を使ってます特にこの3番目の論文では線形確率過程のモデルであるこの自己回帰モデルを使ってパワースペクトルを計算してますはいパワースペクトルの話というかパワースペクトルを計算する話は今日はしませんがそのうちお話します心拍変動解析ではパワースペクトルね計算してきたんだけどこれ みんなパワースペクトルが何でそんな好きなのかっていう疑問あの湧いてくるかもしれないですね。でここ、まあ、この前というかこの、えー、心拍変動の話では、まあ、パワースペクトルっていうのは元の時系図をこう波の成分に分解してみるっていうふうに説明しているのでパワースペクトルに存在するこのピーク位置ですねこれを見つけると、まあ、周期的な成分があるっていうことがわかるということで。 ピーク成分を見て周期成分を検出したいんだろうそういう使い方だろうって思われるかもしれません。ただこれはね、まあ正直あ、まあ完璧に正しくはないです。パワースペクトルを計算する理由はこの2番目の点にあります。時系列を弱定常過程あるいは線形確率過程と見なして分析したいからです。この弱定上過程 ちょっと聞,き聞いたことのない方にとってはねちょっとなんか数学的なちょっと小難しい用語に聞こえると思いますけどもここではまずちょっと言葉の整理ししましょう。で、個々の現象については解を追って説明していきますからね。弱定常過程の時間発展の情報は自己相関まあ自己共分散とも呼ばれますけども自己相関関数に全て含まれる。 データがこの時にこの時間のこう変化しようまさに変化しようという確率的な規則性っていうのはすべて自己相関関数が持ってるんです。あ弱定上過程でであれれば、ね、これが持ってるんです。だから弱定常過程であればですよあくまで禁似ですよあくまで過程ですよ、うん、自己相関関数を調べればいいんですよと。そして 自己相関関数とこのパワースペクトルっていうのは全く同じ情報を持ってるんです。これ数学的にはウィーナーヒンチンの定理っていうのがありまして、自己相関とパワースペクトルっていうのはフーリエ変換でつながれる関係で1対1です。はい。だから別に自己相関関数を計算しなくてもその代わりにパワースペクトルを計算するのでもいいよということで、弱定常だったらもうパワースペクトルが 世界の全てなわけですだけですすすいね現実は違いますよ、うん、弱定常じゃない、うん、否定常な場合が存在しますので必ずしもこのパワースペクトルだけでいいというわけじゃないですからねこれ注意してください。で、えー、否定常っていうのは例えばね時間ともにこうトレンドこうずっと上がっていくとか下がっていくとかちょっとうねってるとかねあるいは分散がだんだん大きくなるとか。 あるとはも条件状態がねあ、こういうふうに小さく揺らいでたのに、あるとから大きく揺らぐとかね、そういうふうな時は非定常ですので、弱定常じゃない。つまりパワースペクトルだけじゃダメです。はい。で、全体の構造こうですね。確率過程っていうのは、こう、ランダムな変数が入ったような世界、すべてです。はい。そして、その中に理想化された弱定常過程っていうのがあり、ですか。で、この世界っていうのは、平均値分散自己相関。これがもう、この世界を、 表すすべてです。はい、非常に単純ね。で、この時間シフトに対して不変これもまた言っていきます。はいで、そしてこの中に線形確率過程。これは数式の形こうだよって決めてあるわけですね。はい、こういうような関係になってます。まあ、ただほぼね。弱定常過程とまあ線形過程まあ、ほぼ同じだとまあ。私はもう感じてます。では、この自己相関関数って今言ったでしょ。これちょっと何人かっていうのはちょっと言いますね。 自己,相関まあ、自己相関係数とか自己共分散などとも言われますけどこれは一本の時系列ですよ一本の時系列があった時にある n っていう地点とそこから s だけ離れたこの s の差をラグって言いますけど n と n たす s ってこの2点のこの値の関係性を評価したものそしてその関係性を直線的な関係性として評価したものが 自己相関です。で、こちら、模式的に書いたものですけど、横軸に xn、そして縦軸に s だけ離れた、ラグ s だけ離れた時の値が書いてあります。はい。で、こちらとこちらね、同じものです。同じものを描いてありますけども、相関係数がプラスマイナスになる。これは皆さん直感的に理解してますかねまあ直感的以上に数式でも変形できるよと。うん、いいと思います。ところ、まあここは、 直感的に、もう感覚的に理解してもらいたいということで、相関係数。まあ自己相関っていうのが、どういうふうに値を変えていくかっていうのを少し説明します。で、ここに絵を描きましたけども、相関係数、今ここ出てます。これ今、マイナス0.6。今、負ですよね。だから、こう、右下がりになってれば、これ、マイナスです。これ、マイナス1になるんですね。 これが完全に。そ完全に直線になると今、今マイナス1になりましたよね。それがだん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 こうぐっとこうなってきますね。こう変わってきます。向きを変えていきますよ。ね、だんだん。で、0.2、あ、0になった。こうなってね。だんだんこう右上がりに変わっていきますよね。そうすると相関係数が、はい、0.6,0.7。はい、こういうふうになってきます。そして、まっすぐになれば、1です。はい、そうです。で、相関係数がね、プラスマイナスに変わるっていうのはこういうことです。相関係数というのは、こうやって計算します。 xn と x の n たす s これを掛け算してそれらの期待値つまりそれらの平均値を取るということですそうするとこれらの点を考えてくださいでこれを掛け算しますよそうすると第一証言ってありますよねあこれ平均両方ゼロに取ってください平均をゼロに取りますとこの第一証言にある点ってねこの両方プラスの値で取りますよね xn もプラス xn たす s xn たす s もプラス。だからプラスとプラスの掛け算で赤い点はプラスの値をとります。そしてこちら第3証弦と呼われるこちらね。こちらは両方がマイナスですね。だからマイナスかけるマイナスでプラスになります。で、この第2と第4証弦ですけど、掛け算するとプラスとマイナス。マイナスとプラス。はい、掛け算するとマイナスになりますよね。ですので、 ここの赤の領域に点があれば、それはプラスとしてカウントされる。青の領域に点があれば、それはマイナスとしてカウントされる。それらの平均を取ればいいんですよね。で、しかもこの原点から遠ければ遠いほど、その絶対値は大きくなりますよね。だからこういう外にある方が大きいんですよ。じゃあこの状況で、これですね。合計値。これ書きました。x と y かけるというのは、これごめんなさい。x と y になってますけど、この値とこの値の掛け算という意味で書きました。 そうすると、はい、赤が多い。プラスが多いですよね。青、マイナスほとんどないから、こういうふうに、斜め4、右上がりになれば、プラスの値です。逆に、右下がりになっていきますよ、これから。そうしたら、この赤の値が小さくなってね。青の方、これマイナス側ですよね。マイナスが、絶対値が大きくなるんで、これだんだんマイナスになる。あ、だからマイナスですよねっていうこと。マイナスになれば、右下がり。はい。そして、プラスになれば、 右上がりということでその値によって右上がり右下がり右上がりが評価できますよっていうのが自己相関ですよね。そして先ほども図書きましたこういうふうに、まあ、確率を扱うような世界確率過程ですよということで言葉をちょっと説明します。出現する値にランダム性があって完璧な余地はもう絶対不可能だよというふうな世界これ確率過程です。 決定論的なシステムっていうのを前お話ししましたけどもその場合は方程式を解けば次の値って、まあ、基本はね短い未来って完璧に予測できます、はい、しかし確率過程っていうのはもうそもそも確率的な要素を入れてありますのであの次の値も完璧に予知は不可能って書きましたまあ予測はできるんですけどねというか予測はできることがある予測ができることはあるってことですいいですかねここ これはね、えっ、ー、と、地震の業界であるとか、まあ、これは言葉のきちんとした定義を言っおきますと、えー、予知っていうのはもう完璧に数字を言い当てることができるっていう意味で使ってます。予測っていうのは、まあ、このくらいの確率でこのレンジの値が出るかなぐらいのことが予測というふうに言います。で、地震の世界では地震予知は不可能っていうのはこういうことです。いつ、どの場所で、どの程度の地震が起こるっていうのは 余地は不可能だけど今後30年間で震度このくらいの震度6震度7震度6ぐらいの地震がこういう広い地域で起こる可能性は何ですよってことは言えます。これは予測ですそして確率過程基本的には完璧な予知は不可能なんですけれども予測を助けるようなルール確率的な規則性があってもいいですよ。つまりこれは過去いろんなデータが出てますよね。その知識を使って であ次これから新しく出る値はだいたいこのレンジに収まってるんじゃないかなこのくらいの確率で収まるんじゃないかなっていう予測ができるそういうことは確率過程であっても大丈夫です。ということで予測がある程度できるという場合も確率過程です。はいそこてこの確率過程ってほんといろんなパターン考えられますけども数学的な扱いやすさ。 ですねそれを考えるためにその中に弱定常過程というのをこうね、まあ、作った数学者がね、まあ、工学者がこういうプロセスを考えようよとそうすると数学的に扱いやすいで綺麗な理論ができてます素晴らしいこの予測の理論、うん、できてますで先ほども言ったその中に、まあ、ある数式のこの形っていう指定をして線形確率過程があります。でこ どちらもまあほぼ同じ意味で、私はまあ捉えてます。私は数学者じゃないんであの、はい、私は両方まあほぼ同じかなぐらいで捉えてますそして先ほど言った弱定常過程では自己相関ですよね先ほど紹介されたこの xn と xn+s ですねこの関係これが確率的規則を与えてるんですこれがルールの全てですそして 自己相関とパワースペクトルっていうのは同じ情報を持つからもし観測された時系列が弱定上過程とみなせるならもうパワースペクトルを計算すればもうそれで仕事は終わりですよということです。はいということで自己相関を考えるのかパワースペクトルを考えるのか同じことです。ということで。 パワースペクトルがなぜ使われるのかというと時系列解析の分野ではそれがまあ基本的な道具だからですよね。まあ、弱定上っていう過程が出発点になるからですよということです。はい。で、ここでね今日は疑問だけ言います。自己相関関数あるいは自己共分散とも呼ばれます。これがね パワースペクトルと同じ情報を持つって言われても、なかなかね、直感的には分かりづらいとこあると思います。これも、そのうち説明を加えていきますけども。はい。だって自己相関っていうのは、この Xn と Xn たす S。この二つね。隣で合うものだったら Xn と Xn たす1。これの、ね、こういうね、散布図の構造ね。これがいかに45度とか、これね、これに垂直に。 こうバーとなってるかっていうことですよね一方でパワースペクトルっていうのはこれはこういうね波の成分ですよねこれがどれだけ入ってるかっていうのを表してますよねパワースペクトルは各周波数成分の寄与率、うん、こうなってますこれとこれ同じに見えますちなみにこれね、えー、線形確率過程 これはね、xn が 0.8×xn-1 っていう、1個前の値に0 8かけて、そして、e、EPS っていうのは、これノイズの項です。これは正規分布に従う乱数を足していきます。そういうプロセスの自己相関関数。こっちはパワースペクトルです。はい。これ対応したのを書きました。A ですね。この自己相関の値っていうのは、例えばこれ、ラグ1って書きましたけど、この1っていうところの、この数字がありますよね。これ、値がこれの自己相関。あるいは自己共分散に。 対応してるということです。まあ、あるいはこれラグ5だから5のところの点の値っていうのがこの形と対応してますよと。これは20の時は20の時の点はこの値と対応してますよと。ほとんどこれね相関見れないですもんね。だからほぼゼロだよということがあります。一方でパワースペクトル、これ0.05ヘルツと書きましたけど、これ0.1、0.5か、0.05ねあ。こういうとこですね。こういうとこの成分の波のこの振幅のね、大きさを これね、表してます。まあ、2乗ですけどね、ここ注意してください。振幅の2乗がこっちですけどね、実際には2乗をさらに、実験室の長さで割ってますけども、も細かいこと言っちゃうんですけど、まあ、波の振幅ですよね。要はね、その情報です。はい。で、ここは0.2ってのは、こ0.2の時のこの波のね、ことね。あとは 0.、これは0.5、ここですよね。こういうふうになります。はい。 っていうふうにこれがねこういうふうになってるんです表すっていうのはこうなんですけどこの関係は何でしょうということですけど今日はちょっとだけ言いますねはい自己相関係数とパワースペクトルっていうのはあるいは自己共分散とパワースペクトルっていうのは風エ変換でつながってますはいでラグ S このラグ今 S って書きましたこっちはねラグと周波数っていうのは逆数の関係ですはい f イコール s 分の1、s イコール f 分の1です。はい、というふうに反比例の関係になってます。そして、ちょっとだけね、見方を言うと、自己相関が正。こう45度の右上がりの時ですよね。その時にパワースペクトルはどうなってるか。つまりこの s と f の対応関係ですよ。いいですかその対応する領域ではどうなってるかっていうと、パワースペクトルは右下がりになってる。 あるいは自己相関関数が負こうですね右下がりのこう,こういう構造ねこっちこの時は正ですよこの時正はパワースペクトルは右下がり合ってますよねこれ自己相関は全部ずっと正ですよちょっと大きくなりますねちょっと言いますよこれパワー自己相関が正つまりこれ正ですマイナスになるとねこれごめんなさい値はねちょっとごめんあの誤解を避けるために消しましたでこれただこっちが正ですマイナスになるとこれ下側に行きますんでこれは全部正です自己相関が正つまりパワースペクトルはずっと右下がりです ってますよねここでは示してませんが自己相関が負だったらパワースペクトルは右上がりです逆にこっちに上がっちゃいますん、ね、あるいは自己相関が0ロ,ロになるとパワースペクトルはこうなる平らですつまり自己相関の政府0っていうのはこのパワースペクトルのこのこ、ね、形この向きこの傾きが大事なんだっていうことが分かります。 例えばここね40から50ここねラグが4030以上ぐらいで0ですねずーっと0その逆数っていくつですか30分の130、えー、分の1ねちっちゃいですよね50分の1ちっちゃいですねそれってここの0に近いところに対応するんですよ、えー、ここ右上がりじゃあ右下がりになってんじゃんとね思うかもしれないですここでねほぼ平らなんですよほぼ平らな短いですけどねだから 平らなところはここのゼロに対応しますよ。ということで、実際に対応してます。これからパワースペクトルの読み方っていうのを説明していきますけど、今日はまあこのくらいです。はい。ということで、なんで心拍変動業界ではパワースペクトル使われてきたのかなーっていうのは、これですよね。時系列解析ではね、弱定常。この過程が、まあこう。 非常に受け入れられららてきたからですで弱定常だったらあるいは線形確率過程だったらもうパワースペクトルだけ考えれば十分なんですよということで、ね、パワースペクトルが時系列解析の第一歩ですいいですすいいねだから今日ね引用文献であげますけども、えー、まあ世界で代表的な本ってこれですよねこのハミルトンの「タイムシーズーアナリシスこれめっちゃ太いですこれめっちゃ太い。 これね、私の研究室に3冊あったかな4冊あるかもしれないこれあのソフトカバーですけど私はハードカバーの方をおすすめします工学系の学生はねはいこれハードカバーこれちょっとね印刷のクオリティがねペーパーバック。これちょっと、うん、私ハードの方が好きですこれはねはいであるとかこれねもう延々とパワースペクトルの話ばっかりですよこれねあるいはこの北川先生のねこの時系列モデリング入門 こちらもパワースペクトル、ねうん、話。延々です、これ時系列モデリング。あるいは、これね、時系列解析と予測、これ、こちらも引用に上げておきましたけども、あまあ、延々ととは言わないですけど、パワースペクトルの重要性ね、まあ、基本、あと言えば、弱定常過程ばっかりです。はい、あごめんなさい、えー、大部分が、大部分が、はい、途中まで弱定常過程ばっかりです。はい ということでねまあこういうたくさんの本がもう弱定常を前提として書かれてるわけですからはいということで弱定常だったらパワースペクトルを考えれば十分ところがねこの前提が崩れればこの主張正しくないですよしかも心拍変動は線形確率過程で完全に記述されるなんてことはないですよこれ注意してくださいはいただまあパワースペクトルっていうのは基本弱定常そして線形過程を仮定しているので パワースペクトルで特徴付けられる指標はもう全て線形指標と言えるでしょうというのがまあ私の主張です。解釈です。はい。ということで今日はパワースペクトルが何で使われるのかこれは時系列解析の手始めとしてまず、まず何するかってパワースペクトルを計算してみようということですよね。で、これは弱定以上あるいは線形確率過程こういうのを 前提として分析しているということに対応しますそして自己相関パワースペクトルは同じ情報を持っています時系列の性質を理解するときには自己相関について理解することも必要ですのでこれ説明していきますこれから今日じゃないですよ時系列の分析方法として自己相関を推定するという方法ありえますけどもパワースペクトルの方がねこの統計的な推定という意味で、まあ、利点もあります ということでパワースペクトルが計算されることが多いっていうことですよね。はい。時系列解析法としてはパワースペクトルの方が、まあ、統計的にいい性質があるということがあります。はい。ということで、心拍変動指標の線形、非線形ね。これ。私が何を基準に今までね、これは線形なんじゃないかなーって言ってたのは、こういうことね。パワースペクトルで特徴付けられるのであれば、まあ、線形。 ととと言えるんじゃないいででしょうかというかことですはいこれ私の感想です。いや私の定義です。ということで、えー、い参考文献。えー、こちらね。本、あげときました。これね。これはあの、数理的な部分に興味がある方、ねはい、です。で、正直、このハミルトンこれ。これ私、通読したことはないです。 はい、あの全部読んだことはないですがむしろこういう本をこういう、まあ、こういう本ごめんなさい他の本を何冊も読んだ後で見ればあここはこういうことだなって、ね、分かる部分が多いですただ完璧には理解できないですこれは、うん、事象的にもいいですよね。はい、ということです。で今後扱いたいこととしてはねこれ毎回言ってるけどどんどん宿題が溜まっていくだけなんですが。 パワースペクトルだけでは分析しきれない分析できない特徴があるんですよとこれ私もそれを強調したいんですなぜなら私が提案している非ガウス指標っていうのがありますこれっていうのは線形確率過程の限界を超えるという発想で作ってるわけですよ、ね、でこれも紹介したいと思いますそのうちで自己相関とパワースペクトルの関係もね これあのもう数理にな,なってきますけど、説明したいと思いますし。し、えー、自己回帰過程ですよね。線形確率過程の話もしたいと思います。はい、ということで、今日はこれで終わります。ありがとうございました。